だからね、あの、そうよ、ね、楽しみたいと思って、ちょっと私がわがままを言ってもお忙しい中お越しくださりありがとうございました。すごい幸せです。まあでもね、みんなの息抜きにもなればいいかな、うんうん、今日はなので、楽しんでいきましょう。はい、ありがとう、行こう、早速。マンボウとチューしてるみたい。もうちょっと下、もうちょっと下。もうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっと上。そこ、そこ、そこ、そこ。え、何チューしてんの？チューしてる、チューしてる。いいな。マンボウとチューした人いないと思うよ。あやねもチューする？しない。バグリアル。いやだ。ないよ、多分いないよ、なかなか。してあれいいじゃないですか。かわいい顔してるね。ね。かわいい。クラゲいるよ、クラゲ。綺麗。幻想的な、すごい、シャバーイ、映え、ごめんね、クラゲサムネ真っ暗すごい、すごいね、まあ、めっちゃ綺麗なんだけど、そんな未来やねちゃん、ね、すごい、でもね、めちゃめちゃ素敵な絵が撮れてます今、やねちゃん、見てみよく、この毛がな、すごい細かい毛があんの、本当だね、ずっと見てられるね、ぼーっと、こりゃすごいですわ、おお、なんか、なんか、美味しそう、こっちの方がコリ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 してさ、すごいこれ、前も覗いてみて、クラゲすごい綺麗、なんか透けてるよね、
ゼラチンって感じ。すごい。なんて書いてあるの？何？捕まえてみよう。あ、本当だ、そういうこと？え、すごい。ちゃんと救った。イチャイチャしてんだけどね。それを撮る二人。あやねが楽しそう。みんな、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 あ、いた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 、あれ、いた、いた、いた、キーもいい、キーも座り。そんな機敏に動くの？多分もう潰れちゃってるから。あ、どこ行った？泡を通ってます。あれ、どっか行った、どっか行った。あ、ちょっと、膝にいる、膝にいる。あ、消えた、消えた。あ、いた、いた、すごい。怖い怖い怖い。膝に染み込ませる。え、すごい。かわいいベルーガちゃん。ブニョンブニョンなんだって、ここ。あ、そうなんだ。ぶつかってもいいようにかな。脳を守ってんじゃん。あ、そういうこと。え、あ、来たよ来たよ来たよ。え、かわいい。めっちゃ向いてるみたい。ニコニコしてるように見えるよ。かわいいね。泳ぎたくなっちゃう、一緒に。チマのさ、パフォーマンスしよう。やりたい、やりたい。ベルーガの赤ちゃん生まれたばっかなんだよ、多分。多分10ヶ月ぐらいの子がいる。かわいい。え、かわいい。かわいい。え、シワシワね、シワ多めの子だね。え、なんかお口かわいいね。なんかむにゅってね、口角が高山さん系の口角。わかるわかる。ズーさん、これからシャチのパフォーマンスを見に行きます。たい焼き1つとイカ焼き3つで。ゲッチュゲッチュ。間違えてる？間違えてる。これ頭、こ、右、左腕抜いて。頭だから。ここにさ、頭通るから不安になる。絶対通るよ。これ腕はどうしたらいいの？ではもう濡れてください。やだやだ。あ、そうやってやったらいいかも。あやね。かわいい、ついてるよ。え、本当だ。七味とマヨネーズが。かわいい。誰誰誰だ。あやねちゃんか。あやねちゃんか。誰だ。あ、誰だ。あ、ケイちゃんだ。お、始まる？お、始まるんじゃない？わ、うん、え、すごい。え、すごい。え、すごい、近い。かわいい。え、すごい。え、すごい。いっぱいもらってる。かわいい。引きぐらい食べるのに。1回。え、かわいい。すごい。かわいい。上手。すごい。なんかダスみたいな。Woo!
よ、人間だったら。どうやって指示するの。あー、これだ、これだった。早すぎる反応でもうやってるから。水待ち。いや、めちゃめちゃ感動しました。でみんなシャチの虜になったでしょ。なった。ということでね、こちらシャチくじがあるので、みんなでやっていけたらなと思います。一等取りたい。やるやる。こんな感じで、ね、それも可愛いね。一等可愛い。一等願う。いいです。なんだろうね。お願いします。はい。あ、勝負。あ。はい。頑張れ。いけ。へい。お、早いね、決めるの。お願いします。何だろう。何だろう。あ、ドキドキだよ。ピン。五。はい。はい。まあ、ありがとうございます。黒にする。黒。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ゲット、ゲット、ゲット。ゲット、ゲット。いくよ。いけいけ。おー、いいね、今の。早い。運命的な決まり方。わかる、なんか自分の手に入ってきたよね。はい。難しいよね。ゴット。でも一番人気ですから。はい。私の手に入ってきた。これ。あ、手のついてきた。あ、入り口に。あ、もう。なんだろう、マーヤ。ゴッキョン。あ、何かな。あ、それ。それ。これ。お願いします。クールが多いからね、ちょっとここ。そうだ。なんだろう。ありがとうございます。ゴトン。ゴトン。誰にするかな。ピンク。お。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。やったー、ゲットゲットかわいい。ピンク、あ、みんな色かわいい。嬉しい、嬉しい。じゃあ鳥さんに取られないようにみんな大事に持ってください。はい、わかりました。なんか、なんだろうね、何がいるの。カワ、カワフルさんいる。嘘、だからトロピカルなの。あ、本当だ。赤ウミガメ。なんか食べている、かわいい。わ、なんかヒナコたちも海に潜れそう。ほら、海に潜れてる。いいね。ごめんごめんごめん。あ、かわいいね。かわいい。真っ暗になります。涼しいね。
ね。あ、サメ。わお、いいだ。本当に鳥豆で。すごい。さっきイカ焼き食べた時、ロマンティックイカ焼き。あ、確かに。もう食べちゃった。ちょっと満足に食べてしまった。ね。美味しかった。見て見て、ニモまみれ、ニモまみれ、本物のニモを探す。すごい。わ、でも怖いかも。あ、ちょっと怖い、怖くない？見てこの画面。かわいい。怖い。あ、えい。あ、えい。えいだ。あれちゃんがニモの虜になってしまっている。あれちゃんもいた。あれちゃんが。ニモの虜になってしまっている。こっちで行くよ。失礼。え、サメ？これサメじゃない？えい。真っ白。すごい。すごいよ。見上げる。無限の海だって。ね、無限の海。こんなんさ、もう一生見てられるだろうね。ぼーっとね。ね、無になって。何かあったら水族館に行くっていうのいいかもね。ありだね。確かに、確かに。じゃあ何にしますか？お昼ご飯何にしましょう？クラムチャウダーセットで。クラムチャウダーセット？はい。マヤは伊勢海老とフィレステーキ。じゃあ私はシーザーサラダ。はい。だと思った。あやねちゃんは唐揚げとフライド。飲み物は全員メロンソーダ。発音よく。いただきます。なんか寝る前にしたこと夢に出てきたりする、うん、見たものとか。じゃあ私が最近見た夢の話してもいい？いいよ。一番夢の話つまんないじゃん、うん、でもさせてもらっていい？いいよ。階段からね、突き落とされたの。結構高めの階段で、私背中から落ちて、うん、パッて見たら2期生全員並んでた。なんかそれありそう。ありそうですね。なんかありそう。どんな気持ちだったの、あやねは。落としたんだって。寂しいんだったの。あ、落としたって。一人にされたって気分なの。あ、なるほどね、うん、すごいね。誰が真ん中にいた？そこ。落としたのは誰かじゃん。確かに。怖っ。でもそれで言うと、ひなこももう多分1年前ぐらいだけど、なんかミオナと口喧嘩しながら高層のエレベーター乗って、なんかミオナにボタン押されて床が抜けて落ちるっていう夢。でもそれで悪い夢じゃなかった。相手に落ちるとかの方がいいっていうよね、夢。そうなの？なんでも人が死ぬ方がいいとかさ、長生きするみたいな。おいしい？おいしい。マヨ、お上品。上品な味か。さっき水槽にいたやつだよ。え、思ったんだよ。切れた時思ったんだけど。絶対違うよ。え、いたよね。え、そうだけど水槽にいるやつではないでしょ。あ、いるやつじゃないかな、さすがに。いけすぎて。それやばい。でもシャチは感動したな。一番感動しちゃった、ね、うん。でもみんなこれからも人を感動させれるパフォーマンスができるから頑張ってね。急に。はい、はい、みんなもああやって人の気持ちを動かすパフォーマンスをできる立場にいてね、実際にそうなるしね。確かにね。頑張ってね、ま、キーちゃんも、キーちゃんも、まだ形は違うけど。そうだね、うん、分かんない、分かんない。人生何があるか分かんない。また立ってるかもしれない。立ってるかもしれない。いつでも呼んでね、みんな。今日焼き鳥食べたいなとか思ったらさ、誘って。呼んでいいの？うん、1時間前に言って。え、逆にいいの？1時間前で、うんうん、いや、本当は1時間半がありがたい。あ、オッケー。そしたら時間通りいいけど。じゃあ夜にご飯食べたいなと思ったら昼に言えばいいみたいな感じ。うんうん、ちょっと前の、うんうん、食事の時に。そうだね。美味しかったですね。美味しかったです。では手を合わせてください。せーの、ごちそうさまでした。じゃあ次、じゃあ お土産コーナー、レッツゴー。 YouTube っぽい。え、やばい、これ見て、鉛筆。あ、シャッチ。
シャチにみんなハマってます。シャチのパフォーマンスを見てから。え、かわいい。これシャチ何？これシャチだ。こっちは、あ、ペンギン。はい楽しかった。ありがとうございました。ありがとう。最高の一日だった。癒された、うん、本当、うん、日々の疲れはなんか波の音と風とともにリフレッシュでした。シャチもね、感動した。感動だったね。いいパフォーマンスでね、本当に最後にみんなと思い出を作ることができて嬉しかったし、またね。え、でもさ、これからもまた違うとさ、大阪さん、どんどん行こうね。いろいろこれからもいっぱい遊んでね、うん、そうそうそう、そうだよ。これはその助長に過ぎない一日だったということで、始まりの始まりの記念すべき動画です。ありがとうございます。ありがとうございました。Ha ha ha.